ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日もシムズで1億円目指して生活していきましょう。前回はね、この屋台でいろんな料理作って売ったんだよね。まだまだ全然お金貯まってないんだけど、料理スキルはだんだん上がってきました。さらにここ、ワインがねちょっとずつ熟成されていっています。完全にやっぱり熟成した方が高値で売れるみたいなんで、しばらく寝かせよう。今回はその間どうしてようかな。もっと作ってもいいんだけど、ちょっとブドウ取れそうだね。ちょっとブドウ取りながら考えてみようかな。あ、ホリデーサマーが今から遊びに行っていいって言ってる。まあいいか、来させるか。ちょっとご近所さんと仲良くしてもいいかも。ホリデーサマーはかなりうちの屋台で買い物してくれたから、そろそろ仲良くできるかも。もうずっと仲が悪いんで険悪なんだよな。ちょっと家に招き入れよう。勝手に入ってきやがった。あ、やべ、ちょっと地下に来るんじゃねえ。やばい、待て待て、俺の金庫見られる。やめてくれ。しまった、金庫見られた。でもこの金庫もう5万円しか入ってないんだけど、悲しすぎる。え、仲良くなれるのかな。でもひょっとして今ちょっと仲悪い。ちょっといろいろ会話してみるか。ちょっと内輪ネタとか、なんか口説いてみる。外見褒めてみよう。女の人なんてとりあえず外見褒めとけば喜ぶんですよ。だ、めちゃくちゃ外見いい人は褒められ慣れてて聞かないと思うけど、言うてそこまでじゃないじゃんこいつ。あ、険悪な感情が消えた。外見褒めたらもっと褒めてみよう。こういうこと、こういうこと。これどこに向かってんだこれ。あ、雪合戦始めてるこれ。えい、へったくそだな。えい、わざと外してる。運動神経悪すぎんかこいつら。バカにされとるやんけ。あ、当てられた。なんか悪くなったんだけど、もうやめとけ、もうやめとけって、もう十分だって。ちょっとよくないだろこれ。雪だるま作ろう、雪だるま。こっちの方がいいよ。もう深夜の11時だけどな。暗いし寒いし。べちゃべちゃなんだけど。何やってんだよ11時に。あ、でも完成した。あ、結構おしゃれだね。思ってた雪だるまと少し違うけど。よし、ご近所さんとも仲良くなったし、今日のところは寝ておくか。で、熟成待つ間、どうやって稼ぐか。僕気づきました。なんでお金がないのか。お金好き、定職についてないんですよ。思いつきでさ、内職で生活してるからお金がないんですよね。だからちょっとね、仕事に就こうかなと。キャリアに就く。さあ、一体どの仕事に就こうかな。ああ、捜査官とかいいかもな。権力握れるかも。非番なんて言葉とは無縁で、正義に奉仕したいあなたにぴったりの仕事です。正義だって、お金好きにぴったりじゃないか。人の役に立ててお金も稼げるなんて最高だよな。捜査官になってみよう。よし、ちょっと権力者を目指すことにしました。あと2日したら仕事が始まるみたいだね。ちょっと2日適当にゴロゴロして過ごすとするか。どうやら今日は冬祭りみたいだね。友達や家族とおめでたい雰囲気で過ごそうだって。あとプレゼントを送ったり送られたりしようって。この行事に参加するにはプレゼントの山の一つを選んでプレゼントを開けてください。あとご馳走会。さらに、あ、サンタさんも来るっぽいよ。この行事に参加するには暖炉とプレゼントの山を家に設置してください。そして深夜になるのを待ちましょう。なんだと、暖炉とプレゼントの山置くとこないんだけど、どうしよう。ちょっと拡張するか、じゃあ。ちょっと暖炉置こう。そしたらサンタさんが来てくれるって。金目のものくれるかもしれないもんな。この辺に頑張って部屋作るか。あー、お金がなくて部屋が作れない。ダメだこれ、暖炉買えないな、お金がなくて。くっそー。なんか手持ちのもの売れないかな。あ、トラビスの家で盗んだ絵がある。これ売ろう。よし。よしよしよし。これでちょっと拡張できるかも。ありがとうトラビス。お前が友達でよかった。向こうはもう友達と思ってねえかもしれねえけど。暖炉高いな。この見せかけフェイク暖炉でもいいのか。偽物だけど、本物高いんだよ。くそ、もうお金がないぞ。なんか売るか。この作業テーブル売ればちょっとお金になるかもな。あ、よし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 、これで暖炉置ける。安めだけどサンタさんが来てくれそうな暖炉がいいな。これでしょ、これこれ。でかいな、おい、でかいな。よし。で、あとはプレゼントがいるみたいだな。あ、これだ、プレゼントの大きな山。はい、プレゼントと暖炉を置けました。これで我が家にもサンタさんが来てくれる。ただこの動画が上がって皆さんが見てるのを
おそらくお正月編だと思うんで、ちょっとね、時期外しなんですが、許してください。よし、誰か呼んだ方がいいんじゃないか。ちょっと呼んでみるか。ここで遊ぼうぜって。ジュディス・トラビスは外せないよな。リー・リバティ。リー・リバティ、もうすぐ知り合いじゃなくなるんだけど。ビョルグソン・ソフィア。相性がいい人たちは呼んでいくか、どんどん。あと、これ誰？フロスト・クロメ・クレメント。めっちゃ怒ってる人いるんだけど。こいつも呼んでみるか。はい、たくさん呼んでみました。みんな来てくれるかな？なんか僕、一個だけ恐れていることがあって、今めちゃくちゃ怒ってた。ほら、クレメント、これサンタさんなんだけど。待って待って待って。許してもらわないと、プレゼントもらえないかも。サンタと仲悪いってどういう状況の、あ、来てくれたみんな。狭いとこに入ってこないでくれる？ちょっと。くつろいでてよ。そうか、ソファーもねえのか、この家。たくさん呼んじゃったけど。立食パーティーになるかもな。ちょっと待っててください、皆さん。今からご馳走できるんで。料理は自信あり。俺今、べちゃって捨てなかったか、雑に。今、捨てたろ、お前。大丈夫かよ。ちょっと服装着替えます。やっぱ、パーティーっぽい服装にね。清掃します。あ、いえいよ。おぉ、七面鳥焼けた！狭い！そして狭い。めちゃくちゃいいのできたよ。メリークリスマース。一人で食ってんじゃねえよ。あー、みんな撮ってくれてる。嬉しいかも。座るとこねえんだ。すまねえ、立ったまま食ってくれ。なんかゲームの中とはいえ、自分で作った料理食べてもらえるの嬉しいな。僕最近自分の誕生日ライブ配信でチャーハン作る配信したんですよ。まあアーカイブが残ってるんだけど、まあ、結局一人で食べたんだけどさ、なんかね、食べてもらえたらより嬉しかったのかもしれないね。ね、ちなみにね、結構ひどいチャーハン作るつもりが炊き込みご飯完成するっていう事件があったんで、興味ある人はね、ぜひ見てみてください。なんかちょっと不快な気持ちになってるんだけど、ミケルソン、なんでだよ。ちょっと怒ってるし。なんだよこのパーティー、雰囲気悪いぞ。だいぶ頼むよ。ちょっとさ、プレゼント開けよう。そしたらみんな機嫌良くなるんじゃないのこれね。あ、一緒にプレゼント開けるってあるじゃん。とりあえず一緒に開けてみるか。一緒にプレゼントを開ける。あ、なに？相手選べるの？どうしよう。じゃあ、ジュディスと開けてみようかな。ジュディスとちょっとまた仲直りしたい、俺は。ジュディス世界的スーパースターだからね。来てくれるかな、ジュディス。お、来た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 。いいぞ。実は特別なプレゼントがここにあるんだ。何が入ってるんだろうね。大したもんじゃねえな。捨てたんだけど。おかしいだろ。お前プレゼント捨てたろ。最悪なんだけど、性格が。あ、ジュディスは喜んでくれた。でもゴミになっちゃったのこれ。あ、待てプレゼントを加えるってある。足すこともできるのね。はい、足して、あ、いいじゃん。でいたずらプレゼントと入れ替えて。あ、ちょっと仲悪くなった、また。お前、ほんと誰とも仲良くできん。へへへ、いたずらプレゼントだぜ。あ、ホリデーサマー来てくれた。もうジュディスの時代終わったな、正直、ちょっと。あ、なんか体が匂うって言われてる。ちょっとシャワーしたいんだけど。シャワーしたいんだけどさ、屋内なんだよ。さすがにさ、ここでシャワー浴びるのちょっと気まずいよね。素早く浴びようか。素早く。このまま臭いと嫌われるぞ。せっかく仲直りしたのに。素早く浴びよう、素早く。はい、素早く。急げ！見られる前にいてびっくりしてる。臭いよりいいよね。ほら、もう臭い言ってるもん。どんな家主だよ。もうみんなあんま気にしてないのがウケるんだけど。どういう気持ちなんだろう、みんな。着替えよ、着替えよ。じゃあ俺もちょっと清掃で。なんか電話来たな。グースマンドン。あなたに連絡するように言われてね。どういうわけか、あなたに特別に莫大な資産を残したんだけど、受け取る気はあるかな。あ、ちなみに条件はって言ったらもらえるやつじゃない。ちなみに条件は、うわー、やばい。待て。25万もらったんだけど。一気にお金入ってきた。これ前もあったよな。親戚多いな、お金好き、お前。よかった、破産寸前だったからな。あれ、ジュディス帰る。あ、なんかみんな帰っていこうとしてない？パーティーはこれからだぜ。一回帰りたいやつは帰れ。残ったやつと俺はパーティーする。やっぱ残ってくれるのはご近所さんなんだな。トラビスとサマーが残ってくれた。あ、贈り物してみようか。冬祭りの贈り物をするっていうのがあるぞ。あ、今持ってる手持ちから贈れるんだね。え、何贈ろうかな。じゃあ、ぶどう。手作りのぶどうは嬉しいんじゃない。はい、プレゼントです。中身はぶどうです。
お、喜んでくれてる？なんか乾いた笑い。でもちょっと仲良くなった。ちょっと仲良くなった。じゃあトラビスにもプレゼントしよう。トラビスには何送ろうかな。ハンドスピナー。これ送ろうかな。もう正直ブームじゃないし、もういらないかなって思うんで。あ、でもこういうの好きそうだよね。なんかね。はい、トラビス、これやるぜ。お、ちょっと喜んでくれてる。乾いた笑い。あ、でも仲良くなった、仲良くなった。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よしよしよし。冬祭りだいぶ満たせたぞ。あとは飾り付けをすれば、サンタさんが来てくれるっぽい。飾り付けをする。飾り付けされてる？あ、おー、すごい！あ、めっちゃクリスマスっぽくなってる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あんなに飾り気のなかった我が家が。さあ、あとは、サンタさんが入ってこれるように、ちょっと煙突を。入ってこれそうな煙突ねえな。素朴な煙突。これでいいか？入ってこれるか？これ。入れそうに見えないけど。あ、待て待て、いいのあった。これでどうだ？あ、これなら入れる。詰まっちゃいそうだけど。これで行ってみよう。あとは、暖炉に火をつけて。さあ、準備完了。サンタ来てくれるかな？楽しみだな。寝てないと来ないよね、サンタって。ちょっと寝てよう。さあ、みんな帰って行ったし、来てくれるんじゃないか、サンタ。あ、ホリデーサマーがデート誘ってきた。マジか。いやー、すまん。いやー、すまん。せっかく仲良くなったのにすまん。俺今サンタ待ってんだわ。バカだと思われる。ちょっともう今日、ちょっと汚れてるから掃除しとこう。掃除しといた方がいいよ。サンタもてなそう。皿も片付けよ。皿も片付けよ。はい、いろいろ片付けて。あ、サンタ来た！来た来た来た、サンタ来た！わ、なんでスルーしてんで、そこにいるよ、出てった。ちょっと、なんで出てくの？あ、プレゼント入れてくれてる。おお、え、三つも？え、めちゃくちゃ仲悪いじゃん、やっぱ俺とサンタ。待って待って、めちゃくちゃ仲悪い。でもサンタまだ気づいてない。ここがお金スキーの家だって。あ、気づいてる、でも。え、何？話しかけるの？こっそり持ってくるもんじゃないの？え、どうしよう。ファーザーウィンターとプレゼントをめぐって争うとか、なんで争うって。あ、奪い取ることもできるんだって。マジで？争え！奪え！どうせもう仲悪いからさ。これ以上仲悪くなんねえって。ほら、よこせ！もうおしまいだよ。ほら、よこせ！負けねえぞ！いけるか？勝てよ！やるからには勝てよ！まだ持ってんだろ、おめえ！次の家の分のプレゼントをもらっちゃおう。こいつさ、今から警察官になるんだけど。クビなっちゃう、出勤の前に。お、倒した倒した倒した。ファーザーウィンターのプレゼント袋はプレゼントでいっぱいでした。お、なんかいろいろ手に入れたみたい。あ、ビジネスライクなノームとかヨガマットとか手に入りました。もう限界まで仲悪くなった。敵とみなすとかある。有害ガスとかある。なんで有害ガスって。よし、行け、有害ガスだ、行け。ブ俺仲直りしたいかも。でも良くないと思う。サンタにプレゼントしよう。冬祭りの贈り物をする。で、ここでこうノームなんていらないから、ノームをプレゼント。2個奪って1個返したらちょっと仲良くなれるんじゃないの。絶対好きだよ、こういうの。はい、これをあげるよ、君に。お兄さんからのプレゼントだ。わあ、すごい、ノームじゃないか、これ。おいよ、仲良くなった。こいつちょろいぞ。もう一回、もう一回争え、争え。もう次の家行けない。良い子が待ってるのに、多分。奪った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 ぞ、また。ありがとな、サンタさん。あ、ひょっとして暖炉から帰るの？おー。普通の人間じゃないんだ。そんな奴と殴り合いの喧嘩しちゃったよ。よし、じゃあ、楽しい楽しいプレゼントタイムです。さあ、金目のものあるかな？プレゼント開けようぜ。これは楽しみ。さあ、何が入ってるかな？捨てるんじゃねえよ。待て待て待て。お前、贅沢がすぎる。な、今入ってたキューブこれ売れるんじゃないの？あ、え、高いんだけど。6万5千円で売れるぞ、これ。おお、素晴らしい。え、いいじゃん、いいじゃん。全然いいよ。サンタ結構金になったな。で、あとはもう暖炉売っちゃえばいいからね。この暖炉も中古で売ります。はい、さあ、これで結構お金返ってきました。結構儲かったぞ。あ、あと1時間後に仕事が始まるって。ついに来たな。
警官になるんだっけ。サンタボコボコにしてたけど今からついに巡査見習い。大丈夫か、出勤の準備は大丈夫か。もういくらぐらい給料もらえるんだろうな。そしてさあ初出勤です。警察にようこそ。犯罪との戦いを始めましょう。まずはコンピューターを使って事件を担当してください。来たよ。おー結構立派な格好してるちょっとぽいね、ちょっと警官っぽい。でもなんだろう、その正直ヒラって感じじゃない、ちょっと所長っぽい。なんだったら所長か部長ぐらいありそうな貫禄がある。なんだろう、体型かな、腹出てるせいかなはい、ここが警察署のようです。え、結構立派だね。いきなりトイレしてんじゃねえよ初出勤でまっすぐトイレに向かってったんだけど、どんな構造なの。あ、牢屋ある、いるいるいる、牢屋に犯人いるわ。へえ、なるほどね。え、何からしよう。所長とかにさ挨拶した方がいいんじゃない。所長っているのかな。所長なんていないのかも。パソコン使いたいけど埋まってるんだよな。こんにちは、はじめまして、今日から赴任したお金好きです。お金が大好きです。嫌なやつだなこの人は、あ、巡査アシスタント。この人はちょっといい部屋にいる。あ、本部長いるじゃん、挨拶しようぜ。本部長、元気な自己紹介行こう。新人は元気なのがいいよな。所長から来てくれたんだけど、所長はじめまして、自分お金好きと言います。いいよ、初対面の感じいいよ。割と初対面からいろんな人と喧嘩しがちなお金好きがちょっと馴染んでいる。おい、所長にケツ向けんじゃねえよちょっとちゃんと向けってちゃんと向けっていいから、アシスタントの方向かなくていいから。雲を眺めてもらうってどういうことなんだよ。じゃあ雲眺めてもらうか。ちょっと本部長、ちょっと雲眺めててください。なんか結構フランクだな所長一緒に雲眺めてくれてるんだけどいい人だな。最近の Z 世代はそういうもんなのかって感じなのかな仕事しよう、ちょっと所長に悪いから仕事しよう。ちょっとパソコンないんだけど、ここ。ちょっと待って、パソコン足りてないな。これは？あ、これはダメだ。あ、これ盗めるの？これ。え？え？で、これ受付のパソコン盗んだらどうなっちゃうんだろう？でも、めちゃくちゃ怖い。でも、うちにパソコンあったらいいなってずっと思ってたんだよな、俺。所長は今外いるし。あ、ダメだ、ダメだ。所長一緒に中入ってくるかも。ちょっと待って待って待って。今じゃない、今じゃない。今じゃないぞ。誰も見てない隙を狙って。あーダメだな、これ。こいつが見てる、ずっとダメだ。しかもこれデカじゃねえか、ラガバンさえ。こいつをなんかちょっと追い出せないかな。無理か、今じゃなかったな今じゃなかったなっていうか、クビなっちゃうよバレたらまだ1円も稼いでないからな。ちゃんとやろう。お、パソコン使えるようになった。よしよしよし。事件を担当する。あー、所長が戻っちゃった。所長ちょっとパソコン貸してもらえますか。ほんとすいません。やばいね、警察本部長をさどかしてるんだ所長より偉いぞ多分、本部長だから。で、犯罪現場の調査を手伝うだって。え、犯罪現場へ向かえって。何それ。あ、同僚も来てる。同僚も失礼する、捜査の件で参りました。あ、なんかあるよこれ。これは、これただの飾りか。いや違う違う、証拠サンプルを集めるってある。証拠写真撮るか。おい、なんで人ん家でいきなり調理始めてんだよ。料理が美味しいじゃねえんだよ違うだろ何まな板出してんだよ。お腹すいたんかお前。ちょっと続けるか。モゾーミートのバターチキン、バターチキン作ってたみたいなんだけどお前お前な、絶対なる職業間違えただろ下手くそだし料理人にもなれねえ中途半端なんだよこんなしたらお金たまらんぞ。結構本格的な料理始めちゃってるし、家主たちがなんか俺の料理待ち始めたしあ、だ同僚がやってくれてんじゃない調査は。でもほら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 、やってるやってるやってる。いいじゃんいいじゃんいいじゃんね。そういうことだよね。サボってんだけどお前なおい、バトーレカレブサボってるし、お前もかよ料理レベルが上がりましたじゃないんだよ違うだろ。いやー最近寒くなりましたね自分の分しか作ってねえし、品質は素晴らしいぞ。でもダメだ、こんなことしたらダメだ、クビになっちまう。ただでさえちょっと良くないの、そこが。ちょっと本館仕事して参ります。なんで料理を持ってくんだよ
ちゃんと写真撮ってサンプルも集めて美味しいもんも撮って情報も手に入れて、よし2階も見てみようかな。お、良さそうなのあるぞ本館ちょっと2階も調査してまいります。何かをひらめいたぞこれもしかしてチャンスなのでは。今だ、よし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 、いいぞ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 。ついでにぬいぐるみの名前も変えていこう。ブラーフィーっていう名前になってるみたいなんだけど、このぬいぐるみの名前は目撃者目撃者です。今犯行の一部始終を眺めていた目撃者よし、それでは本館帰らせていただきます。人んちで寝てんじゃねえよお前寝てんじゃねえよ完璧な調査だった。まさか犯人ぬいぐるみまで盗むとはな、不貞野郎だな犯罪現場で証拠を集めたので容疑者の絞り込みをしましょう。あ、そんなのあるんだ。何からやるんだ。あ、まず化学分析装置で分析しろって。あ、これだこれだ。証拠を分析して。ウェブサイト見てる場合じゃないんだよ。あ、でももう退勤の時間が近いんだよな。いっか、事件は迷宮入りっていうのでも。定時までに終わんなかったらしょうがないよな。ふむふむふむ。え、こんなのわかるの？お金好き。絶対何もわかってないって、これ。なんとなく入れてやった感出してるだろ、お前。そんな知識があった、ひょっとして。マニュアルがしっかりしててわかるのかな？お、なんかわかったっぽいぞ。あ、そして本日の仕事終わりました。完全に午前中無駄にしてたからな。あ、でも、上を目指せるかもって。しかも今日、15,900円稼いでる。え、結構稼げた。昇進すればもっと稼げるかもね。よし、じゃあこのラマも足がつく前に手放しとこうね。よしよし。さあ、で、これで、さあ、久々の貯金タイムです。いや、なんかいい仕事に就いたな。この格好してればさ、疑われること少ないと思うんだよ。戻ってきたな、また。よし、金庫にお金を入れよう。じゃあ、4000ドルぐらい。あ、40万貯金増えました。やったね。はい。うわあ来た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 。1億円はまだまだ遠いんですが、だいぶお金が回復してきました。ちょっとこのキャリア磨きながら、このワインの熟成待とう。というわけで、この辺にしとこうかな、今回は。皆さんご視聴ありがとうございました。さあ、またね、ちょっと手癖の悪い生活を始めてしまったお金好きですが、果たしてキャリアアップしていけるんでしょうか。面白いと思ってくださった方はね、ぜひ高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。